はい、今回の動画は Excel のちょっとした小技で Excel を電卓代わりに使いたいといったときにより素早く計算する方法をご紹介します。で、どういったことかというと Excel をですね、使っている最中にですねちょっと電卓代わりに簡単な計算をしたいといったときに一般的なやり方としてはですねまず一番頭のところにですねイコールを入れて、で、例えばですけどもじゃあ10プラス20という形で入力をしてエンターキーを押すことによって、まあ、こういった形で30ということで計算をすることができます。もちろんこのやり方でやってもいいんですけども一番最初に入力をするイコールですね、これがですね一般的なキーボードの場合点キーのところにイコールがなくてですねイコールを入力をするときというのはシフトキーを押しながらこのイコールですねこちらを押すと思います。なのでこのイコールを入力をするというですね動きが少しね面倒なので実は点キーだけの入力でもう少しですね素早く計算をすることができます。それではそのやり方ですけども一番頭にですね入力をするのがイコールではなくてプラスをですね入力をしてください。なので例えばさっきみたいに10プラス20であれば最初にプラスを入力をして10プラス20というふうに入力をしてエンターキーを押すことによって同じく30という形で計算できました。で、これは引き算をするときも一緒で同じく頭にですねプラスを入力をしてじゃあ例えば20-10というふうに入力をすることによって10という形で引き算を計算をすることができます。はい、といったことで今回の動画では Excel の、ね、本当にちょっとした小技をご紹介しましたけども Excel をね使っていてちょっとね計算したいななんて言ったときに使ってもらえると便利だと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。